すごいいいなと思って応募しました。とタンメンさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして。と小学6年生です。よろしくお願いします。とベンタケさん、どうですか、どうですか。名古屋のニュース番組だと思います。バリューさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして。来てくれてありがとうございます。62番です。6と2だからムニちゃんって呼んでください。お願いします。と、マリモンさん、かわいい、ありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。ベンタケさん、はじめまして。はじめまして、よろしくお願いします。と、ベヤマさん、かわいいですね。ありがとうございます。嬉しいです。ありがとうございます。と、ケイ様さん、はじめまして。はじめまして、62番です。小学6年生です。よろしくお願いします。と、ポップさん、子供来た。子供、小学6年生です。よろしくお願いします。と、ジョージさん、しっかりしてるなありがとうございます。下に弟がいるので、お姉ちゃんだからちょっとはしてます。と、あれちょっとごめん。さとちゃんさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。これからよろしくお願いします。と、あれ、くまざえもんさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして、よろしくお願いします。と、さとちゃんさん、今来ましたよ、ありがとうございます。と、愛知県に住んでます。身長は157センチです。と、さとちゃんさん、先生コメント読んでくれましたかね。読みました、ありがとうございます。と、カタカナケンケンさん、はじめまして、よろしくお願いします。元気でいいですね、ありがとうございます。はじめまして、これから応援よろしくお願いします。元気ですね、ありがとうございます。小学校で鬼ごっこやるのが好きです。とビロスケさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。佐藤ちゃん、佐藤ちゃんって覚えてください。 OK です。佐藤ちゃん絶対覚えます。ヤニーさん、頑張って、ありがとうございます、頑張ります。トールさん、こんばんは。こんばんは、はじめまして、来てくれてありがとうございます。めたさん、と、ご両親は SKE ファンですか。小さい頃から、SKE 今年で10周年だから、私が2歳の時にできてたから、子供のちっちゃい頃から、車でよく曲が流れてました。なんて読んだっけ、これなんて読んだっけ、漢字がわかんないんですけど、小さい時のジュリナを思い出す。ジュリナさんも小学6年生で入ってましたよね。カツさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。コウテイさん、アースマジックだそうです。アースマジック大好きです。あとピンクも。とGNGN さん、モデルなんだっけ。キッズモデルを少しだけやってます。ファッションショーに出たりして、アイドルになれたら、舞台慣れを、舞台慣れっていうか、舞台にしっかり立って緊張せずに笑顔でやれるように頑張ってます。マーコポンさん、好きになっちゃった、ありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。と、 M さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。
62番の小学6年生の12歳です。佐藤ちゃんさん、あれ読んだとこかな、推薦コメント読んでくれましたかね。あれさっき読んだっけ、推薦コメント、あ、読みました。ショールームのここなんかどっかを押したところですよね。見ました。ケイ様さん、特技ある、特技は、習字です。習字が今3段です。3段で、なんかコンクールみたいので賞もらいました。キララさん、 HKT 受けてたよね。はい、そうです。SKE がまだ募集してなかったので受けてみました。ビロスケさん、こちらこそよろしくです。よろしくお願いします。アリーさん、かわいいね、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。さとちゃんさん、さとちゃんって覚えてください。覚えます。さとちゃん、うさちゃんさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。62番です。むにちゃんって呼んでください。マッキーさん、はじめまして、頑張ってね。はい、頑張ります、ありがとうございます。はっちゃんさん、こんにちは、覚えてます、ありがとうございます。今度も頑張るので応援よろしくお願いします。ベンタケさん、めちゃめちゃしっかりしてるね、ありがとうございます、嬉しいです。とわ、なんとか TKY さん、声がかわいい、ありがとうございます。ゆうさん、あみちゃんより年下や、あみちゃん、あみちゃんって誰だっけ。カタカナケンケンさん、なんとか島なん安実より年下なんだね。小学6年生の12歳です。学校では何が流行流行ってるの。学校では2時間目と3時間目の間が2時間目と3時間目の間の放課が長くて、そこでクラスのみんなで笛鬼を、先生も入れて笛鬼をやるのが流行ってます。流行ってるというか毎回やってます。どこまで行った、あれどこまで行ったか忘れちゃった、あれハキハキとしてる、よしとる、よきよき、ありがとうございます、嬉しいです、頑張ります。かまたさん、ガローさん誰のダットさん、こんばんは、来てくれてありがとうございます、はじめまして。じゅんくんさん、はじめます、ありがとうございます。みなさん、コメントありがとうございます。パリッシーさん、最年少ですか、多分そうですね、6年生だから多分最年少だと思います。はっちゃんさん、元気ちゃん、はい元気です。ありがとうございます。外で遊ぶのが大好きです。くまざえもんさん、笑顔が可愛いですね、ありがとうございます。キララさん、名前呼んで、キララさん、ありがとうございます。猫の娘よ、ダンスは習われてます。ダンスは去年までやってました。2年間、ダンス、チアダンスを習ってました。という星押したとこ、ありがとうございます。
応援よろしくお願いします。と、ん、これなんだ、 R3733、3段すごいありがとうございます。習字は1年生から習ってて、字には自信あります。コーティーさん、ん、何ってグループ知ってる、何って書いた、さっきさくみちゃんのいるところ、じゃわかんないです。何グループわかんないです。IRO、 なんとか、こんばんは、ツインテール、すごくかわいい、ありがとうございます。と、髪型ではツインテールが一番好きです。と、クリお姉さん、元気でいいね、ありがとうございます。AO さん、ハートさん長いな。50カウントお届けありがとうございます。応援よろしくお願いします。と、りっちゃんさん、自分の特徴ある、スタイルです。足が長いところが特徴です。じゅんくんさん、応援するね、よろしく、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。うさちゃんさん、むにちゃん覚えたよ、絶対合格してね、はい頑張ります。ありがとうございます、覚えてくれて。ぽんちゃんさん、何かできる楽器とかある？楽器はあんまりないですけど、トロンボーンを学校で少しだけ吹いたことあります。と、コーティーさん、ムーニーちゃんだとお6つ、ん、ムーニーちゃん、ムーニーちゃんだとお6つ、ムーニーちゃんと、ケイ様さん、前は何か受けたの？HKT のオーディションを前に受けました。と、土踏みさん、今日のピンクの T シャツ可愛いです。あ、土踏みさん覚えてますよ、ありがとうございます。またありがとうございます、応援よろしくお願いします。と、一味さん、と、なんとかあみちゃんは SKE の先輩、8期生で、そうなんですか、しっかり覚えますりっちゃんさん、なんか好きな遊びある？好きな遊びは鬼ごっこ、外で遊ぶのは鬼ごっこで、中だったら、人狼ゲームが好きです。クラスのみんなとよく遊んでます。なんかだいたい鬼ごっこか人狼ゲームばっかりしてます。3733、頑張ってね、ありがとうございます、応援よろしくお願いします。ゆうさん、これがガローさんだよ。あ、このタヌキみたいなものが、このタヌキみたいなものがガローさん、了解ですマナちゃんさん、はじめまして、マナちゃんって覚えて、マナちゃん覚えます孫一さん、あら可愛らしい、ありがとうございます。62番の小学6年生の12歳です。と、セイテンさん、キッズね、そうです、まだ小学6年生です。と、頑張ります、応援よろしくお願いします。孫一さん、髪型似合ってる、ありがとうございます。ツインテールが一番好きです。鈴木さん、初見です、よろしく。はじめまして、小学6年生の12歳です、62番です、よろしくお願いします。と、りっちゃんさん、好きなもの、好きなもの、好きなもの、ものって文房具とか
好きなものはスライムとかスキーズとか文房具とかいっぱいあります。今はペンをなんかたくさん色を揃えたりするのにハマってます。ダースさん、アミちゃんより年下なんだ。小学6年生の12歳です。いちみさん、 SKE の推しメンはいる？ SKE の推しメンはあかりんです。まあ、あの木曜日のどうですかっていう番組であかりんを見て、SKE に応募したいなって思いました。まがいちさん、ダンスの肩上げは自分との戦いって本当？ん？肩上げ？もも上げ？わかんないです。この葉ママさん、応援してるよ、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。孫市さん、一生懸命読んでてかわいい、ありがとうございます。ちょ、あの漢字と英語が苦手なので、ちょっと片言で読む時もあります。コーティーさん、まだ漢字もアルファベットもあまり読めないんだねあのちょっと苦手です。でも漢字は最近少しだけ勉強してます。 SKE で好きな曲はありますか？エスケープって曲が好きです。なんかすごいかっこよくて、ダンスもなんかちょっと難しそうで、すごい憧れの曲です。のーさん、お洋服をよく見せてほしいのです。お洋服ピンクの T シャツにヒョウ柄のスカートです。見えました猫のなんとかさん、最年少かもしれないけど即戦力かも、いいよ、ありがとうございます。即戦力わかんないけど意味ありがとうございます。応援よろしくお願いします。ゆうさん、今度高めのツインテールしてみてね。はい高めのここら辺のツインテールしてみたいと思います。リミットさん、支配人がいるのね。支配人わかんない、支配人身長は何センチですか？身長は157センチです。でも最近ちょっと止まっちゃってるから、伸ばしたいです。リミット、あ、支配人、あ、ユアサさんのことですか？SKE の偉い人リミットさん、ユアサさん支配人さ、SKE の一番なんかちょっとキャプテンみたいな偉い人ですよねキャプテン、作った人りっちゃんさん、どんなグループに入りたい？どんなグループ ?SKE のチームなんとかって、あ、お腹鳴っちゃう、チーム、なんか入れればあんまり考えてなかったです。カタカナケンケンさん、 SKE で好きな曲ありますか？エスケープです。いっぱいあります。あとごめんねサマーとか、とパレオエメラルドとか、たくさん、SKE 好きな曲ばっかなのでたくさんあります。ユウさん、ユアタンが来た。ユアタン、ユアサさん、ん孫一さん、胸のとこは
アースマジックっていうの。そうです、アースマジックです。アースマジック大好きです。特にピンク、アースマジックはピンクが多いのでピンクが好きです。アーキットさん、支配人いる、あ、ここに、ここにってことかな。あ、本当だ、ありがとうございます。ありがとうございます。頑張ります、ありがとうございます。やべやえやまさん、鬼ごっこかわいい鬼ごっこ、笛鬼と、うん、ケドロ、ドロケが好きです。星北斗さん湯浅さん、有名支配人が来た、すごい、ありがとうございます。本当に緊張します、なんかりっちゃんさん、走るのが好きなの、走るのは好きなんですけど、あまり足は速くないです。平均の方でも、最近はなんか鬼ごっこばっかりやってるから少しだけ速くなってきました。123、ガローさんは倉島あみちゃんが考えたキャラクターで、そうなんですか、すごい、なんかこんな、なんかタヌキみたいな可愛いキャラクター、すごい、パチパチと、ん、かん、藤原なんとかさん、誕生日はいつ、誕生日は9月5日です。とお父さんと1日違いです。お父さんは9月6で、私は9月5です。と、か、鎌田さん、どうも、ガローさんですどうも応援よろしくお願いします。のさん、あ、初めてじゃなかったかも、初めてじゃな、あれ、名前変えましたあ、応援ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。と、ま、まごいちさん、元気で若さあふれてていい若さ、小学6年生です。外で遊ぶことが好きなので元気です、ありがとうございます、応援よろしくお願いします。まごいちさん、好きなもの文房具、好きなもの文房具です。あとスライムとかも好きです。と、文房具なんか6年生になるとみんなすごい可愛いペンとか持ってるから、私もそういうペン欲しいなって思います。と、いちごいちごさん、かわいい、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。りっちゃんさん、何色が好き？ピンク色です。ピンクが大好きで、服もカバンも何から何までピンクばっかです。と、よしさん、こんばんは、坂江ヨタが好きなタイプの子だわ。本当ですか、ありがとうございます、応援よろしくお願いします。ありがとうございました、ありがとうございました、ありがとうございましたヒイラギさん、おしゃれだね、ありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。もしかしてエスケープユウさん、エスケープ踊れる、あ、今覚え中今覚え中っていうか、ちょっとだけサビの部分を頑張って練習してます。と、りっちゃんさん、モニちゃんかわいい、ありがとうございます。62番です、よろしくお願いします、応援よろしくお願いします。黄色眼鏡ののりを、6年生で157センチって大きいね。そうです、身長は一番後ろです。先生と身長が同じです、同じ身長です。白熊さん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。62番の小学6年生の12歳です。これから応援よろしくお願いします。トリブルラインさん、まずは
ゆうかたんに挨拶しなきゃあかんな。ゆうかたん？ゆうかたん？ゆうかたん？誰ですか？ケイ様さん、習い事は何してるの？習い事は習字です。宿題とかでよく先生に字うまいねって言われます。白熊さん、6位に湯浅さんいるな。そう、なんかすごい緊張してます。ありがとうございます。よろしくお願いします。りっちゃんさん、頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。応援をよろしくお願いします。けい様さん、身長後ろから何番目？一番後ろです。5年生の時は後ろから2番目とかだったけど、身長が高くなって一番後ろになりました。さえさん、2000何年生まれ？2006年生まれです。トリブルラインさん、須田会に入会希望しますか？須田会？そんなのあるんですか？ちょっと調べたいです。ありがとうございます。CA さん、頑張ってるより、ありがとうございます。頑張ります。ビロスケさん、ごめんさま、いいね。あ、ごめんね様のこと。ありがとうございます。ごめんさまって言うんですね。黄色メガネのりののりおさん、SKEの支配人さん来てる。本当ありがとうございますっていう気持ちでいっぱいです。スターフィッシュさん、ダンス得意ですか？ダンスは、少しだけ少しだけ踊れます。カタカナケンケンさん、支配人さん、ユアそう、本当の名前が湯浅さんですよね。サエさん、一人っ子じゃないです。下に弟います。二人です。りっちゃんさん、行きたい場所ってある？行きたい場所は、ディズニーランド。ディズニーランドかな。でもイオンとかも行きたいです。りっちゃん違う、もう読んだ。ケイ様さん、誰推し？須田あかりちゃんです。あかりんが好きです。あかりんをきっかけに SK に応募しました。いちみさん、劇場誌は俳人の湯浅さんが6位に劇場にいるよ。湯浅さん、名前聞いただけでドキってなる。ありがとうございます。孫一さん、アースマジックはさすがに知ってたか？アースマジックは知ってます。アースマジックはすごい可愛いブランドで、ピンクとかが多くてすごい好きです。てるちゃらさん、ゆりやちゃん桜井さん、すごくしっかり喋れるね、すごいわ。ありがとうございます。全然なんかまだちょっと緊張してます。黄色メガネののりおさん、6年生とか若いね。まだ小学6年生の12歳です。学校まだランドセルしょって言ってます。
孫一さん好感度高くてフォローしてしまった、ありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。のさん、漢字は苦手かな。はい漢字と英語が苦手です。勉強します。もうちょっと中学校はもっと難しくなるから、小学校のうちに頑張りたいです。ゴンタさん、湯浅さんつっちゃえ、湯浅さんつるありがとうございます、コメント赤サタナさん、もしかして英語ペラペラ。英語は読めません、まず喋れるどころかまだ読めないです。桜井さん、お父さん何歳。お父さんは50歳です。すごい年寄りかなかまたさん、だるま100個投げてよ、ありがとうございます、ありがとうございます。SK のオーディション頑張ってきます、応援よろしくお願いします。孫一さん、9月5日じゃなく何日に何得る、笑う、与える、なんて読むかなと、ベエマヤさん、とりあえず1週間応援するよ、ありがとうございます、応援よろしくお願いします。いちみさん、 SKE の推しメンはいますか。あかりんが推しメンです。すごいなんか可愛くて明るいからです。ケイ様さん、自由研究何したの。自由研究、あの宿題とかの自由研究は、3年生の頃にバッタの研究したけど、ちょっと難しかったので、いつも夏休みの宿題は読書感想文か自由研究なので、いつも読書感想文にしちゃいます。理科の自由研究は難しいから読書感想文にしてます。ゆうさん、あみちゃんにガローさんをタヌキって言うと怒るかも。あ、すみませんガローさん、覚えますマスクさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。応援よろしくお願いします。鎌田さん、だるま500個だるま祭り、ありがとうございます。本当に感謝ですこれからも応援よろしくお願いします。さえさん、もしかして星はてな、もしかして何ですかバグのプーさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。のさん、ランドセル背負います。よいしょ、ランドセル、よいしょっとこんな感じです。ランドセルは、ちょっとドラえもん見えちゃったランドセルはいつも6年間これ背負っていきます。こんな感じです。1年生の頃は大きく感じたけど、どんどんなんかちっちゃく感じてきた。こんな感じです。ランドセルもピンクです。だからよくお友達にジャンバーもピンクで、ランドセルもピンクで、カバンもピンクだと全部ピンクだねって言われます。こんな感じです。こんな感じで学校行ってます。一緒あれどこまで行ったっけ。あれどこまで行ったっけ。あ、ちょっと待ってください。どこまで行ったっけ。あれ、どこまで行ったっけ。あ、こっか。
一美さん、 SKE に推しメンはいますか？ SKE は、推しメンはあかりんです。須田あかりちゃんが大好きです。 CAMI さん、 EIIO さん、O 読みません。湯浅さん、一美さん、湯浅さん帰ったみたい。あれ本当ですか？チーン。K 様さん、 HKT と SKE どっちに入りたい？ SKE です。SKE の方が地元だし、あかりんが好きなので SKE 入りたいです。ベーマヤさん、僕も SKE のことを全然知らないから、ムニちゃんと SKE 勉強します。頑張りましょう、一緒に。SKE ちゃんと勉強します。いくちみさん、もう帰ったみたい。また来てください。さえさん、 SKE のこと知らない。 SKE のこと知らないの？ SKE のことは知ってます。SKE の映画見に行きました。ドキュメンタリー映画、それ見てますます SKE 入りたいって思いました。のーさん、僕も同じ。せいてんさん、もうすぐ卒業だね。卒業制作とかしてんの？卒業制作、卒業制作、卒業式に来る制服は買いました。あと中学校の制服も自転車も買いました。あとなんか卒業するときに先生になんかお手紙とか渡すやつもちょっとだけ用意してあります。とケイ様さん、背中どれくらい後ろに反れる？背中結構反れます。でも立ちブリッジはちょっと苦手です。角鍋さんさんさん、フォローしました。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。頑張ります。これから朝やんさん、小学生みっけ小学6年生の12歳です。ランドセル背負って小学校行ってます。でもあと半年で中学校だから頑張ります。中学校は勉強とかも難しくなるから、今のうちに全部完璧にしときたいなって思います。一美さん、わしはムニちゃんのお父さんより年上です。そうなんですか？応援ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。ふみかさん、なんでオーディション受けたの？地元だし、ちっちゃい頃からアイドルになりたいっていう夢があったから、SKE を受けました。あと SKE がすっごく大好きだから。と桜井さん、むにちゃん合格ありがとうございます。オーディションでも合格できるように頑張ります。せいてんさん、あかりんって須田ちゃんなの？あかりんって須田ちゃんなの？そうです、須田あかりちゃん、須田あかりちゃんが好きです。とつーちゃん、兄弟なんとかいるの？兄弟は弟がいます。弟が小学2年生の弟がいます。だから2人で行ってます、学校に。一美さん、あかりん推しなら須田会のことを知らなきゃダメよ、笑う。須田ちゃん、ちょっと調べてみます。あかりんの須田会、須田会って調べてみます、スマホで。背高いね。157cm です。先生と身長が同じで、クラスでも一番高いです。とヒラリーさん、1位と2位の人見た
ことある。1位と2位の人、このショールームの発展なプニプニさん、お顔 NMB の加藤たなつゆうなつぽいね。加藤ゆうなつ、ちょっと調べてみます、どんな子か。ピンキー頑張ってるか。ありがとうございます、頑張ります。頑張ります、これからも応援よろしくお願いします。秀則さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。62番の小学6年生です。愛知県に住んでます。さえさん、ハーフじゃないです、ハーフでもないです。お父さんとお母さんは日本人です。じゅんくんさん、あら、かわいい、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。ちゅさんじゃらじゃらいっぱいつけてるな。じゃらじゃらいっぱいつけ、ここかな。これあのサンタさんで、クリスマスだからサンタさんとなんか雪と、いっぱいつけました。なんとか系も塩もなかさん、なんとしたら綺麗だね。ある学校から家まですぐ距離が近いので、あんまりランドセル背負って歩かないので綺麗です。まだ中島さん、かわいいやんか、ありがとうございます。頑張ります。応援よろしくお願いします。ううに点々、ううなロードさん、157あるの？157？ ああ、身長157センチあります。160は行きたいです。いちみさん、 SKE に推しはいますか？あかりんが好きです。明るくてなんかすごい笑顔で好きです。 CAMI さん、 HAIIO なんて読むか分かんないです。いちみさん、ゆあささん帰ったみたい、そうまた来てくれるといいです。ゲイ様さん、 HKT とあれどこも、あれまた消えちゃった、あれ、あれちょっと待って、あれどこだっけ、あれここか、あれここからかな。ゆうさん、サンシャイン栄は行ったことある？サンシャイン栄、多分あると思います。ありがとうございます。かっちゃんさん、 HKT に小学6年生で入りましたね。してます。小学6年生2人ぐらい入りましたよ。1人だっけ、1人か2人と、ううなロードさん、かわいいね、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。だいだいさん、フォローしてよ、ありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。金田一さん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます、よろしくお願いします。62番です。青いグミさん、あ、覚えてます。ピンキーちゃん、前回と同じ公演してる、ありがとうございます、覚えてますよ、前回ありがとうございます。アバトサウルスさん、握手会行ったことある？ないです。
握手会は行ったことないけど、あの秋祭りライブと一致祭りは行ったことあります。あと総選挙も行ったことあります。すごいなんか生で見るとやっぱ可愛かったです。孫一さん、弟連れて学校行ってるんだ、優しいお姉ちゃんだ。弟、うん、連れてっていうか、うん、弟と一緒に学校行ってます。あと班長なので、あの通学班のだから全員範囲を確認してからしか門に入れません。班長はあの6年生が班長いるので、6年生1人しかいないので、あのちょっと心細いっていうか。ケイ様さん、何して身長伸びてんの？毎朝牛乳飲んで、あと毎日夜8時に寝てます。それの2つしたら、うん、いつの間にかいっぱい伸びてました。2号さん、若い、ありがとうございます。ありがとうございます。小学6年生です。ベエマヤさん、お姉ちゃんって呼んでもいいですか？OK です。お姉ちゃんいいですよ。ありがとうございます。ヨシさん、漢字の読み方が面白すぎる。漢字あんまり読みません。あのなんか白とかでもなんかちょっと違う読み方あるじゃないですか。だからちょっとあんまり読めない。マリリンさん、はじめまして。はじめまして、来てくれてありがとうございます。応援よろしくお願いします。と坂江なるさん、 SKE 最年少の椅子座るをあみちゃんからなんとかちゃえ、奪っちゃえかな。頑張ります、浮かれるように。ありがとうございます。のさん、ほっぺぷにぷにだね。ぷにぷにです。あの洗ってます、ちゃんと。きみぱさん、こんばんは。こんばんは、よろしくお願いします。きみぱさん、あいあいに似てるね。あいあい、あいあい、誰ですか？黄色のメガネさん、黄色のメガネののりおさん、ピンク似合うね。ありがとうございます。ピンクが大好きです。ピンクのものはたくさん持ってます。ケイ様さん、サンタさんに何もらいたい？サンタさんにあの iPod 音楽を聞く、なんかちょっとちっちゃい版の携帯みたいな、なんかこうやって音楽聴くやつが欲しいです。もうお願いしました。これこのなんかちっちゃいやつ、こんぐらいのなんかキッズ携帯ぐらいの大きさの iPod ってやつが欲しいです。青いグミさん、ニコニコマークかな。ありがとうございます。モリシーさん、ユカタンに似てる。ユカタン調べときます、ちょっと。ありがとうございます。のっさん、はてな、はてな、ん、え、はてな、わかんないですね。うなロードさん、君に決めていい？お願いします。ありがとうございます、お願いします。サイさん、先輩のメンバーはさん付けで呼ばないといけないよ。あ、すいません。すいません。あ、あかりさん、須田あかりさん、そうします、了解。みっちゃんさん、頑張ってね。ありがとうございます、応援よろしくお願いします。サンタさんにない頼んだ iPod です。あの音楽聞く携帯の半分ぐらいの大きさのものです。名古屋の
たけちゃんさん、同じ空間にいたってことだね。あー、お祭り、ライブとかで。そうですね、同じ空間、同じ空間にいたってこと。そうですね。のさん、むにちゃんも生で見るともっと可愛いのかな。そんな。わかんないです。わかんないっていうか同じです。ベーマーヤさん、素敵な前歯ですね。素敵な前歯。ありがとうございます。孫市さん、ムニ班長よろしくお願いします。でも次、班は11人ぐらいいます。もとっちさん、ムニちゃんこんばんは。こんばんは。これから応援よろしくお願いします。のさん、お姉ちゃん、はい。お姉ちゃん、はい。アイリさん、クリスマスパーティーはする。家で家族で少しだけします。お母さんがちょっと凝った料理作ってくれたりします。桜井さん、ムニちゃんとお話ししたら楽しそう。そうですか、ありがとうございます。素敵な言葉。ありがとうございます。りっちゃんさん、素敵な、じゃあ好きな教科、好きな教科は、好きな教科は図工です。なんか作ったりするのが、なんか折り紙とか、なんか作ったりするのが好きです。桜井さん、握手会行きたいな。浮かれるように頑張ります。応援よろしくお願いします。朝マックさん、元気だね。元気です。外でたくさん遊んだり暴れたりしてます。暴れたり走ったりしてます。ももいいなさん、こんばんは。頑張ってね。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。よしさん、ゆわた、誰、あいあい、誰、面白い。面白い、誰ばっかで、ちょっとすいません。あんまりわかんないです。ふーみーかさん、アイドルって感じの顔じゃないけど実際になったららしくなるのかな。わかんないです。りっちゃんさん、音楽好きです。こうやってイヤホンきつけて聞くのが好きです。けんさん、 SKE1 年生です。よろしくお願いします。びっくりマーク。SK1 年生。SK1 年生ってどういうこと。あ、そういうことです。ファンになってください。おかしいか、わかんない。ふみかさん、声かわいい。ありがとうございます。嬉しいです。のっさん、気にしないん、あ、そういうことですね。桜井さん、頭の回転がすごく速そう。そんなことないです、全然。ノロノロしてます。頭の回転、あれ、ちょっと隠れちゃった。マサル王子さん、はじめまして、小学6年、62番、小学6年生の12歳です。身長は157センチで、愛知県に住んでます。応援よろしくお願いします。マサル王子さん、3はつけずに呼んでね。あ、はい、マサル王子。了解です。
名古屋のたた名古屋のたけたけちゃん大丈夫ありがとうございますマサルおじさん私も配信 しておりますそうなんですか配信あのショールームのそうなんですか同じりっちゃんさん好きなキャラクターは、うん、好きなキャラクター、うん、マイメロちゃんが好きですあのサンリオのサンリオ、うん、マイメロちゃんが好きですあのマイメロちゃんもピンクばっかで可愛いですとってもハート100個投げてよありがとうございますのさんのさんありがとうございます嬉しいです応援よろしくお願いしますなおなおさんドラえもんさんムニちゃんのサンタさんになりますありがとうございますありがとうございますっていうか持ってきてくださいプレゼントありがとうございますスーハソンさん誕生日いつ誕生日は9月5日5 9月5日ですクラスに9月誕生日の子はいなくてちょっと寂しいっていうか誕生日会やるときとかにいつも一人だけだからちょっと寂しいですりっちゃんさん11人も入るのそうです11人11人いますでも11人です11人いてその中の班長だからちょっとなんか緊張っていうかすごい責任感も感じます青いグミさん図工ん笑うって言ったのか図工のことばっかかもしれないな中さんな中さん好きな教科は給食でした給食あ給食も教科に入るんですねなんて F なんとか王さんはじめましてこんばんははじめまして来てくれてありがとうございます応援よろしくお願いします桜井さんもう絶対 SKE 入ってね合格間違いなしありがとうございます SKE 入れるように頑張りますありがとうございます名古屋のたけちゃんさんシャキッとしてるところがいいねありがとうございます頑張りますよしさん休憩で合格して須田会に入るの楽しみに待ってます頑張ります頑張って合格したいです休憩生に入りたいです頑張ります応援よろしくお願いしますまごいちさん時々になるのがかわいいありがとうございます時々桜井さん休憩生でのおしめはむにちゃんに決まりましたありがとうございます頑張ります応援よろしくお願いします2号だよ2号さんむにまんちゃんかわいいありがとうございます応援よろしくお願いします赤髪のなっちゃんさんこんばんは。こんばんは。来てくれてありがとうございます。応援これからよろしくお願いします。スティーウさん。はじめまして。こんばんは。はじめまして。こんばんは。62番の小学6年生の12歳です。よろしくお願いします。孫一さん。班も6年生1人。誕生日も9月1人。強く生きていこう。なんか1人ばっかです。あんまりなんか被ってる子がいないですあと地域にもあんまり6年生がいないですプレゼントしますちょっとね難しいかも
ありがとうございます。しげさん、お、子供だ、子供小学6年生の12歳です。鬼ごっことか、うん、ちょっと子供っぽい遊びするの好きです。よしさん、坂江ヨタはツインテール大好きだからな。私もツインテール大好きです髪型で一番好きです。ケイ様さん、宝物見せて。宝物、宝物、宝物見せて。ちょっと待ってて。よいしょ、宝物これです。あの鉛筆削り、あの鉛筆削りって、あの なくど、お店に行ってなくて、これネットで買って、1年生の時はマイメロディちゃんの鉛筆削り使ってたけど壊れちゃって、このピンクの鉛筆削り買いました。これが今一番の宝物です。桜井さん、次の審査は何があるの？次の審査は分かんない。お母さん多分知ってると思うけど分かんないです、あんまり。エイジさん、ベーマヤ、ベーマヤとなんとかん、いうなんとか CA さん、かわいい、応援してます。ありがとうございます、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。孫市さん、むりちゃんのツインテールは広がりがあって美しい広がりありがとうございます。ツインテール大好きです。となんとかゆうかさん、むりちゃんこんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。応援よろしくお願いします。スーハソンさん、鉛筆削りもピンクかわいい、ありがとうございます。ピンクが大好きです。いごいちさん、あ、まごいちさんマイメロ好き。マイメロかわいいですよね。あのピってなんかピンクがいっぱいで好きです。私もよしさん、ブームーにーちゃん、またね、また来てください。明日もやるのでまた来てください。桜井さん、身長が高いのはスケイのパフォーマンスには有利でいいね。そうなんですか。あの SKE ちょっとダンスが難しそうですよね。頑張ります ケイ様さん、歌と振り付け、振り付けできる、うん、今練習中です練習してます。今練習中です、頑張りますすずきなんとかさんSKE の最年少になるで、あ、そうです、多分今入ったら最年少、小学生は多分いないから最年少になると思います。応援よろしくお願いします。桜井さん、学校でもアイドルなの？ん？学校でもアイドルなの？学校でもアイドルなの？あ、全然そんなんじゃないですただお友達と遊んでるだけです、たくさんりっちゃんさん、あっという間にピンク好きだね。ピンク好きです、ほんと。あのなんか何から何までピンクばっかりです。とケイ様さん、友達欲してるの？ん？友達？他によく友達とかとよくっていうかほとんど毎日遊びます。欲してるの？りっちゃんさん、間違えた、本当にピンク好きだね。本当にピンク好きです。ランドセルもカバンも鉛筆削りもペンとかもピンクばっかりです
のさん、もう一人小6いて、あ、なんかさっき見た気がする。あの、何番だったっけ、わかんないけど、いたんですか。同じですね。りっちゃんさん、ハロウィンなんかした。ハロウィンは、ハロウィンはハロウィンパーティーしました。あの、なんかこういうマシュマロの、マシュマロになんか、目がついてるやつとか食べました。まごいちさん、ムニピンク名前がまた増えた。ありがとうございます。桜井さん、エゴさんも SKE 合格時は6年生だったんだよ。ムニちゃんの活動が早く見たいよ。入りたいです。 SKE 6年生エゴさんも同じになりますね、もし入れたら。入りたいです。応援よろしくお願いします。アイリさん、好きな食べ物は何。好きな食べ物は梅干し。酸っぱいものが好きです。あのレモンとか酸っぱいもの、甘いものじゃなくて酸っぱいものが好きです。なんとかゴーパワーさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。よろしくお願いします。ケイ様さん、コスプレ持ってるの。コスプレ少しだけ持ってます。あの短めのハロウィンで、あの使ったコスプレがあります。のさん、お姉ちゃんの好きな食べ物は梅干しと、あとなんか渋いものが好きです。あの漬物とか野菜とかが好きです。なおさん、今の推しメンがムニちゃんの年に SKE 入りました。そうなんですか、同じになりますね。同じになりますっていうか同じです。のさん、梅干しとかかな、梅干しとかかな、梅干しです、好きなもの。渋いものが好きです。あのケーキとかはちょっと甘いものがあんまり好きじゃないので、あの梅干しが好きです。孫一さん、酸っぱいムニ。酸っぱいムニ。ヒデンさん、初見です。アミちゃんの一つ下か、頑張って。ありがとうございます。初見、62番の小学6年生の12歳です。応援よろしくお願いします。孫一さん、ムニ梅。なんかいっぱいあだ名がある。ありがとうございます。りっちゃんさん、酸っぱいもの食べれるのすごいね。酸っぱいものが好きです。スコンブとか好きです。お菓子のなんかこんくらいの箱に入ってる。のさん、お姉ちゃん渋いな。渋いです。おまんじゅうとかも好きです。スルメとか渋いものが好きです。ベエマヤさん、お姉ちゃん好きな食べ物が渋い。渋いです。よくお友達とかにも言われます。孫一さん、漬物を笑う。漬物は、漬物だったらたくあんが好きです。なんとかパワーさん、毎日の学校お疲れ様です。ありがとうございます。頑張ります、オーディションも。ゆきみちゃんさん、あ、お久しぶりです。あ、ありがとうございます、覚えてます。HKT の時はありがとうございました。ケイ様さん、あ、よく見る
テレビ番組教えて。よく見る。スカートジャパンとかも見ます。あとスカートジャパンと、あのドラマも見ます。最近ドラマを結構見ます。なおさん、可愛くて永遠にショールーム見てられる。ありがとうございます。これからも応援よろしくお願いします。青ゲムさん、チョコレートより和風は菓子が好き。そうです、チョコレートよりはスルメとかが好きです。あ、でもポップコーンとかも好きですありがとうございます。のうさん、お父さんのおつまみに食べてるね。そう、あ、だからお父さんがおつまみに食べるやつちょっともらったりしますおつまみものが結構好きなので一緒になって食べちゃいます名古屋のたけちゃんさん、おお渋いもの好きです孫一さん、むにちゃん、お寺で修行切るな、修行星切るな星、あ、すごい5000人、学校の人数よりもかなり多いありがとうございます。5000人、皆さんありがとうございます。見に来てくれてる人と、なんとかさん、もう一度聞くけど誕生日はいつ。9月5日。あれ、5日かな。5日って5日です9月5日。あれ、5日です。猫師匠なんとかのアンバサダー、多すぎてる。あ、いっぱいいますよね。ガローさん、ガローだったっけ、ガローでしたね。いっぱいいますよね人気なんですね、そのキャラクター孫一さん、結びの一番は結び、おにぎり、おにぎりのこと、結びよくわかんない、髪型の結びのこと、え、いや、ゆきみちゃんさん、 SKE 受けてるとは驚いたでちゅ、次こそは受かる星、次こそは受かりたいです。ありがとうございます。応援よろしくお願いします。ウーナロードさん、この子やばいわ、いいわ、ありがとうございます。応援よろしくお願いします。ありがとうございます豆子さん、12歳です。小学6年生の12歳です。よろしくお願いします。桜井さん、名古屋弁が出ないけど名古屋の子なの。そうです、でも名古屋人だから名古屋弁が何かよくわかんないです孫一さん、むにちゃんつまみ泥ほう、つまみがイカくんとかスルメとか締め物好きです。ゆきみちゃんさん、むにちゃんっていうニックネーム、受かった人多いニックネームです。むにちゃんよかった感謝ですね。じゃあ62番っていう番号をスーハソンさん、5000人おめでとう。そう、皆さんありがとうございます。応援よろしくお願いします。のさん、今日は何時までやるの。今日は7時半までやります。7時半までやります。最後までお願いしますのーさん、誕生日近い。そうですか、何日ですか誕生日頑張って。ありがとうございます、頑張ります。なったかパワーさん漢字が言えない。
SKE の坂本なんて知ってますか？多分顔見たら分かると思います、あの写真。あ、坂本マリンちゃんかな、多分写真見たら分かると思います。ななのすけさん、なになにき幼いの幼いももちみたい、え雰囲気幼い餅みたい笑う餅、幼いももちみたい、ああの芸能人の、わかりますマッシュさん、こんばんは。こんばんは、来てくれてありがとうございます。応援よろしくお願いします。藤井なんとか、藤原なんとかを俺と同じ誕生日、しかも合格したら法廷とグループ再燃しよう、同じ誕生日嬉しいです合格したら、再燃しよう、法廷とグループ、多分そうです刑事様さん、配信終わったら寝る時間だね。そうです、もう寝る時間です、配信終わったら。ルルカーさん、頑張って、ありがとうございます、応援してます、ありがとうございます応援よろしくお願いします。のさん、了解ウォッチ、受かったら誕生日言いに行くね、お願いしますありがとうございます。なんとかパワーさん、なるほど、ありがとうございます、ありがとうございます、こちらこそどうもありがとうございます。竹のりさん、かわいい、こんばんは、ありがとうございます。こんばんは、62番の小学6年生の12歳です。愛知県に住んでます。あと身長は157センチです間違えました いくまいさん、なんで坂道じゃないの、坂道、SKE の方が好きです桜井さん、可愛いから人気で出そう、ありがとうございます、応援よろしくお願いしますと、ルルカさん、むにちゃん可愛い、ありがとうございます、よろしくお願いします。なおさん、なおドラえもんいつもツインテール、ツインテールです、学校にもツインテールばっかりしてきます。でも体育の授業の時は邪魔だから後ろで結びます。のさん、167間違えました、157センチです。うなロードさん、でか身長大きいです。学年でも結構大きい方です。アイリさん、休みの日は何をしているの。休みの日はイオンとかに遊びに行って、ゲーセンしたりしてます。コインゲームとか、クレーンゲームとかが、クレーンゲームよりコインゲームの方が好きです。ルルカさん、身長値わかんないです。桜井さん、次は違う髪型でショールームやって、はーい次はじゃあちょっと明日は髪型考えておきますのさん、お団子の部屋、お団子部屋も部屋も見たいかも、お団子のここのやつ、わかりました、ちょっと練習しておきますルルがさ、身長値、星値、わかんないですなおさん、今小学校で何が流行、流行ってるのかな、鬼ごっ
子と、あと、うん、かくれんぼも流行ってるか。鬼ごっことかくれんぼを放課にやってます。ワクワクタイムっていうのと昼放課っていうのがあるね。その2回はワクワクタイムが25分あって昼放課が15分あるから、その2回で外行って鬼ごっことかしてます。ルルカさん、身長値、身長値って何ですか？身長星1。女の子に頭筋の恋人さん、あなたのに腕に頭なんとかを見せることができますか？ん？漢字が読めません。アイリーさん、今日の宿題は何？今日の宿題少なかったです。漢字のドリルに書くものと、あと計算ドリルって言って、計算ドリルが2ページ、計算を解くやつが2ページあって、それだけです。今日は少なかったです。明るくて、あとかっこいい曲とかもあって、 SKE が好きです。 M なんとかさん、星はてな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 。なおさん、20年前と流行り変わらないに、鬼ごっこかな。外とか遊ぶのが好きです。ゆうりさん、二頭筋、二頭筋、さっきのあなたの二頭筋を見せることができますが、二頭筋って何ですか？ルルカさん、間違い星めんね。身長何センチ？身長は157センチです。大きい方です、身長が。桜井さん、初めてのショールーム疲れてない？あ、ショールームは2回目です。でも全然疲れてないです、楽しいです。上腕二筋の二頭筋って何ですか？教えてください。上腕二頭筋。りっちゃんさん、好きな動物はいる？好きな動物はキリンです。なんか足が長くて首が長くてなんか可愛いです。ミコールさん、計算ドリルとから懐かしい。あります、計算ドリルと、あと算数ドリルと、あと漢字ドリル、いっぱいあります、ドリルが。前 HKT 受けました。今度は SKE 頑張りたいです。アミチルに入ってね。アミチル？何ですか？教えてください。ありがとうございます。りっちゃんさん、最近ハマってることは、最近ハマってること、ドラマを見ることにハマってます。最近っていうか、本当に2ヶ月前ぐらいは全然ドラマとか興味なかったけど、なんかすごい好きになりました。力こぶ、ここ力こぶ、プニプニしてます。ゆうりさん、肩の下の腕かな、そう、ここです。ありがとうございます。桜井さん、たくさん質問
も答えてくれてありがとう。すごく楽しかった。次も見に来るね。ありがとうございます。よろしくお願いします。ルルカさん背の順どこら辺？一番後ろです。身長が一番高いです。ありがとうございます。のさん、ジャイアントパンダとレッサーパンダとあれレーパー、ジャイアントパンダとレッサーパンダどっちが好き？レッサーパンダです。レッサーパンダの方が好きです。ベヤマさん、うなぎって好き？うなぎ好きです。前うなぎのあのひつまぶし食べてすごく美味しかったです。みけなんとかくろさん、むにちゃんこんばんは、はじめまして、頑張ってね。ありがとうございます。頑張ります。応援よろしくお願いします。お願いします。壁のなおさん、壁の飾りかわいいね。壁これもうすぐクリスマスだから、あのサンタさんのシールとあとなんかクリスマスっぽいもの貼りました。桜井さん、今日の晩ご飯は何ですか？ご飯とお味噌汁とあとサラダと、あの名古屋なのであのなんか大根とこんにゃくの味噌のものとあとなんかハムと卵と玉ねぎが入ったなんか揚げてあるやつを食べました。むにちゃんフォローするね。ありがとうございます。これから応援よろしくお願いします。ルルカさん、今日のコーデももう一度見たいです。今日のコーデちょっと外すといいか、足しか映んないけど、こんな感じです。こんな感じです。あ、もうそろそろ時間だ。ありがとうございます。皆さん明日もやるのでぜひ見てください。今日は ショールーム初日で緊張したけどすごい楽しかったです。皆さんありがとうございます。ベーマユさん、絶対に来るよ。ありがとうございます。お願いします。声が卒業生のサーナンさんにそっくり。そうですか、ありがとうございます。ありがとうございます。また明日来てください。明日は何時から？明日は6時から、今日と同じです。じゃあ3秒前切ります。ありがとうございました。今日はまた明日も見に来てください。いきます。3、2、1、バイバーイ。